おはようございます。おはようございます。質問お願いします。お疲れさんです。 VSC チャンネルおかえり。ありがとうございます。はい、今日は何ですの今日はジムニーちゃんです。はい、ジムニーですね。私の、はい、部長のプレゼントしていただいたジムニー。はい、それがどうしたんですか。何するんですか。の初カスタム。おお、初カスタム。なるほど。プチカスタムしてみようかなと思って。まあまあカスタムはいつかするやろうなとは思ってたけど、はい、もう早速やっちゃいますか。はい。何すんの？今回はここホグランプ。買った時からチラッと言ってたもんね。ハロゲンランプだよね。ホグが。ハロゲンの光レトロで可愛い感じはするんだけど、あんまり好きではなくて、うん、買えようかなと思って。すでになんかこの辺がもう純正で LED になってるもんね。これスモールランプなんですけど、ヘッドライトもプロジェクターで、っていうことはもうホグも必然的に LED にしとかないと辻褄が悪くなるもんねそう。でホグランプを交換するのは分かったけど、はい、車好きの方はみんなご存知の通り星の数ほどあるからね。 LED めっちゃあるよね、うん、今回はこの子使いますHID 屋さんの LED ホグランプ。 HID HID なの？LED じゃなくて。そう、あのね私も思ったんだけど HID やって書いてるんだけど、昔流行ったよねHID ってね。そう、うん、今回頼んだのは LED ホグランプ、うん、おー LED、はいはい、なんか今ね、うん、HID よりも LED の方が明るいんだって、うんうん。ああうん、それは多分みんな知ってると思う。結構、ね、うん、一時からもう LED 主流になったもんね途端に、うん、昔はね HID には語れへんかったけど、でもあれバラストとかなんかチャージャーやったっけな、でっかい四角い箱つけなあかんのよ。あー裏がなんか色々感触が大変やね。そう大変やね。でもめっちゃこれぐらいの箱に入ってるぐらいやから多分、いやもう豆球、うん、カプラオンみたいな感じでしょ多分ね。ハロゲンって持たないんだよね。3年ぐらい寿命だいたい3年ぐらい。あそうなんや。 HID が5年ぐらいで、うん、LED が15年ぐらいだし。あ確かに最近このブースとか家の電気も全部 LED になってきて、寿命は長いっていうのはみんなご存知の通りですね。はい、うん、今回は色2種類あったんだけど、うん、この Q シリーズってやつは、うん、イエローとライムイエローってやつがあって。あ色があんねや。緑っぽいのかな。白じゃないの？ちゃうねんあそうなんや。そう白もあると思う。あるでしょうね当然、うん、多分白黄色緑とか、うん、多分ケルビン数が低ければ低いほど黄色になっていくはずなんよ。光力っていうの高くなれば高くなるほど青くなるんやったっけな、白くなるんやったっけな、なんかそんなんやったと思う。で部長が選んだのは黄色、ライムイエロー。ライムイエロー普通の黄色よりは個性的な感じになるかなと思って今回この色にしました。じゃあ早速これを取り付けしていくってことでいいのかな。はい、わかりました。部長一人じゃちょっと時間かかるししんどいと思うんで、うちのスタッフの子と一緒に交換していきましょうかあんまりバラししないのでそうやね、使ってもらいます。新車やしね、やっぱりね、はい、そこはプロと一緒に。言うても部長はプロやけど塗装助手やからね。外しとかするんだけど、うん、ジムニーやったことないよ。そう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 。テンパると思う。うん、ここから外すんやろ。これでもさ、うん、ここ外したら手入らんかな。多分いけそうな気はするけどな、この裏からな。タイヤ外すのかは。この手の車はだいたいね、バンパーの裏からピョンって手入れて帰れるパターンやったな。バンパー下ろしても難儀やしな。オッケー、早速もう交換していきましょうか。はい。はい。やっていきまーす。はいはい、やっていきましょう。やってみよう。BIC チャンネル。はい、早速外していきます。はい、お願いします。はい、そうやな、なんかかっちょいいこれですね、はい。僕はまっすぐなってこなんか、あれ、かっちょいい。視聴者さんがいただいたカプラカプラの寿司使わせてもらってます。使わせてもらってます
なんだもう作業放棄任してんの、お任せなの、うん使えたとりあえずつくかどうか確認しないとあかんね、うん、元戻す前にエンジンつけて、ホーグつけてみてよ、はい、つくかどうか、おお結構緑やな、黄色っていうよりマジで緑やで、おおめっちゃ緑、かわいい、かわいいね、あのいいんじゃないですか、思ったより緑やったな、思ったより緑ね、明るめっちゃ明るじゃない、すごいこれ大丈夫、めっちゃ目立つで、目立つねすぐわかるで、あの人やってめっちゃ明るい、ちょっと映像じゃわかりにくいけどほんまマジで緑ですね、まあこれはちょっと夜ビフォーアフターでわかると思うんですけど、とりあえず着いた、無事着いたってことで、うん、はい、着きましたね、はい、明るいんだけど対向車眩しくないんじゃない、これ眩しくはないかな、この位置で全然大丈夫なんで、ほんならもっと戻していきましょうか、はい、はい、作業無事完了ということで、はい、BIC チャンネル、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、無事に LED ライト交換して裏の外したところも元通り、こっち見たらすごい黄緑っていうのが分かるんちゃうかな、めっちゃ緑かわいい、カスタムカーとか持ってこいかもね、うん、この色かわいいですね、黄色みたいなのあんまり好きじゃないから、ほんまにライムグリーンですわ、ちょっと個性出るね、うん、というわけでじゃあ早速夜試走行ってみようか、前帰る前のライトの雰囲気ももうすでに撮り終わってますから、ビフォーアフターですね、今から流したいと思います、うん、はい、では試走明るい行きましょう楽しみ、はい、一回ブースの電気消えていい、ちょっと見たいくらいとか、はい、どうぞ、電気来た瞬間にすっごい分かりやすかった、なんか、うん、いいね、明るいよ、ブースの壁が白やからすごい分かりやすいですね、うん、はい、じゃあ行きましょうか、はい、夜のドライブ、はい、BIC チャンネル、はい、はい、というわけで見ていただいた通り、はい、部長の愛車のジムニーちゃんがカスタムされたというか、はい、フォグランプがライムグリーンになりました、なりました、はい、どうですか、明るかったね、明るかったね、あんな明るくなると思わなかった、ヒリ出てたらめっちゃ見えるんじゃない、これ見えるやろう ね、 ねえ、うん、思ったより緑ちょっとびっくりしたけど個性的になったね、うんうん、まあ今流行りのね LED ってことでワンタッチで交換可能ということで、はい、DIY とかちょっと車得意な人だったら自分でもできると思いますんで、はい、もしねこの動画を見て、あ俺も HID ちょっと変えてみようかなって思う方は、はい、HID 屋さんのホームページ、はい、商品概要欄に貼っときますから、はい、ぜひ一度購入してお試ししてもらってもいいんじゃないかなと思います、はい、いろんな商品が出てるので一回検索してみてください、うん、はい、ヘッドライトとかホグとかテールランプとかもLED 系のね、はい、商品いろんなもの出てるんで、はい、ご自身でチェックしてみてください、はい、というわけで今回の動画が面白かったと思う方はグッドボタン、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、というわけで締めてください、いってらっしゃい、板金塗装業界盛り上がれ、チャンネル登録もよろしくね。